ジェイショー・オンテイトは、アメリカ合衆国、オハイオ州、トレド出身のプロバスケットボール選手。NBA のヒューストンロケッツに所属している。ポジションは、スモールフォワード、または、パワーフォワード。オハイオ州立大学で4年間プレーした後に2018年の NBA ドラフトにエントリーしたが、どこからも指名されなかった。ドラフト後にミルフォーキーバックスの一員として、 サマーリーグに参加する予定だったが、右手の指を骨折したため一試合も出場できなかった。その後、2018年8月20日に、ベルギーのプロバスケットボールリーグに所属するアントワープジャイアンツと契約した。ベルギーリーグで42試合に出場して、平均10.2得点、3.9リバウンド、1.7アシストの成績を記録し、オールスターにも選出された。 その後、2019年7月22日に NBL のシドニー・キングスと契約した。2019から20シーズンは NBL で平均16.4得点、5.8リバウンド、2.0アシストの成績を記録した。2020年11月26日にヒューストン・ドケッツと契約した。12月26日のポートランド・トレール・ブレイザーズ戦で、 NBA デビューを果たした。その後も積極的に起用され、ローテーションに定着した。2020から21シーズンは70試合に出場して、平均11.3得点、5.3リバウンド、2.5アシストの成績を記録し、NBA オールルーキーチームのファーストチームに選出された。ディフェンス力に優れており、同じポジションの PJ タッカーと比較されている。 ありがとうございます。